どうもみなさんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。今回から新シリーズ、何でもかんでも自動化したい工業生活を始めるよ。シリーズ増やしてアリノスは大丈夫なのか？ああそれお主に聞いたらね。字幕を入れなければ編集なんてすぐ終わるのさ。って言ってたよ。だから字幕入ってないのか。アリノスクラフトはこれまで通り字幕入れるらしいから安心してね。んじゃ、動画が進展するまで今回の企画説明するよ。まず目標は工業の力でできるだけたくさんの自動化装置を作ることだよ。モッドは何が入ってるんだ？じゃあ導入モッドを紹介していくよ。工業モッドと言ったらこれ。パイプの力で圧倒的運送よ。ビルドクラフト。工業モッドと言ったらこれ。電気の力で装置を動かせ。インダストリアルクラフト2エクスペリメンタル。農林水産その他もろもろ、一次産業の自動化には欠かせない。フォレストリー。そして、インダストリアルフォアゴーイング。自分好みのツールを作成、金属鋳造で鉱石2倍化。ゲンカーズコンストラクト2。レシピモッドは JEI を導入。あと灰色色便利系モッドが導入されているよ。と、説明が終わったところでワールドが生成されたね。やっぱまずは木こりだよな。計算上とりあえず3つ原木があれば OK。でもっていつものクラフト。斧を作ったな。斧さえ作ってしまえばカットオールの力で原木を一括破壊できます。んじゃ、木こり終わるまでカット。ちょうどいいサバンナを発見したのでここに拠点を作るよ。1.12.2 だからぴょんぴょん A4 のバージョンだな。とりあえずピッケル作って、拠点を掘るよ。またアリノスクラフトみたいになるの？いや、環境破壊機のあいつを作ったら拠点は移動かな。あ、なんとなく察した。ある程度掘ったのでちょっと TC2 の要素場。作業台を単体クラフトして、改良作業台。アイテムを置きっぱにできる作業台だよ。ボート木材でき方。原木解き方で部品作成台。木材解き方でき方作成台。作業台解き方で道具組み立て台。チェスト、木材、棒、解き方で部品チェスト。これで全部か？あとはパターンチェストっていう解き方を入れるためのチェストがあるんだけど。この時の主は部品チェストとそれを勘違いしてるよ。でもって設置。隣接している TCK の作業台タグイは上のタグで切り替えられるよ。また、改良作業台にかまどを隣接させるとかまどの中が見えるよ。それじゃ試しに道具を1個作ってみるよ。木型作成台に木型をセットして左にあるボタンを押すと木型が作れるよ。木型は使い捨てなのか？いや、何度でも使えるよ。だから基本的に1個作れば十分。ツルハシ頭、持ち手、締め具の木型をそれぞれ作ったよ。次に部品作成台に木型をセットして素材を入れるよ。素材ごとに色々な特性があるよ。今回は頭を丸石で、持ち手と締め具を木材で作るよ。さっきツルハシ頭についてた、壊れやすい、ってなんだ？あれは素材特性だよ。丸石には、壊れやすい、と、安価、があるよ。そして木材には、エコロジー、がついているよ。説明出しとくから一時停止してみてね。存着見立て。左のボタンの中から作りたいツールのボタンを押すよ。そしたら部品を置くところが出てくるからさっき作った部品をセットする。これでツールが作れるよ。ちゃんと素材特性が設定されてたな。ちなみにこのツールは石ピッケルとほぼ性能が変わらないよ。なんとも言えない性能だな。そんじゃもうちょっと掘りますか。掘って設備を移転したよ。今回はここまで。工業モッドって面白いな。次回からは IC2 と BC を進めていこうと思うよ。というわけで、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくだぜ。マインクラフトとゲームプレイ、両方登録してくれたら嬉しいです。ブログや公式 LINE もやってるのでそちらもよろしくお願いします。